ウーゴ・マリアーのパボーネは、アルゼンチンブエノス・アイレス州、トレス・サルヘントス出身の元同国代表サッカー、選手。キルメス AC 所属。ポジションはフォワード。兄のゴンサロ・パボーネもサッカー選手で、同じく FW でプレーしていた。パボーネは14歳の頃にボカジュニアーズの下部組織から、エステュディアンテスでラプラタに移った。それから、7年間トップリーグでプレーし、2005、 クラウス裏で16得点を挙げて、得点王を獲得したことから、彼の名は一躍アルゼンチン中に広まった。2006アペルトゥーラでは、キルメス A シーズンでシーズン初得点を挙げると、ユース時代を過ごした、ボカジュニアーズとのチャンピオンシッププレイオフで決勝点を、決めリーグ優勝に導く活躍を見せたことから、オーレ氏が選ぶ、最優秀選手に輝いた。 このステージで11得点を記録したパッポーネは、10月15日の7から0で勝利した、クラブでヒムナシアイエスグリマラプラタドのクラシコプラテンセ、で5得点目をアシストするなど同僚を生かす能力にも、引い出ていた。2007年6月下旬、スペインプリメイラディビシオンのレアルベティスに移籍した。また、2007から08シーズンからベティスの指揮を取ることになった同のエクトル・クーペルが、 移籍金680万ユーロで最初に獲得した選手となった。7月23日、プレシーズンの新前試合シーリー3フェルナンド戦で初出場すると初得点を挙げ、さらに同胞のフアンパブロ・カファの得点をアシストした。8月26日のレクレア・ティーボ・ボエ・ルバ戦でリーグ戦デビューをした。最初の2シーズンはアルゼンチン時代の活躍を示せたと言いがたがったが、 11月11日のレアルサラゴサ戦で後半途中出場で初得点を含む2得点を挙げると12月16日の UDR メディア戦で再び2得点と2007年11月から2008年1月までの間に5試合で6得点と爆発するなど最終的に8得点6アシストとある程度の働きを見せた12月12日のコパデルレーのエルチェ CF 戦で カップ戦初得点を記録した。2008から09シーズンは18試合出場に得点に終わり、チームは9年ぶりに2部に降格した。2010年2月1日、パボーネはイタリアセリエ A のカルチョカターニアと契約することになったが、エベルトンがベティス行きを拒否したことで取引は中止になった。2010年7月23日、1年間のローン契約で、 C.A. リーベルプレートに加入したことで、3シーズンぶりに故郷に戻ることになった。降格の危機に瀕しているチームを助けるため、アペルトゥーラで5得点を記録。しかし、最終的に C.A. ベルグラーノとの残留、昇格プレイオフに回ることになった。2011年6月26日、アウェーでの第1戦で0から2と敗れると、ホームでの第2戦では、 試合開始から数分でパボーニが先制点を挙げたが後半に追いつかれ、その後に PK を獲得し勝ち越すチャンスを得るも、相手 GK フアンカルロスオラベにセーブされ、そのまま1から1の引き分けに終わった。2試合合計1から3で敗れたことで、クラブ創設100年以上で初の二部降格となった。2011年8月5日、ベティスとの契約が終わり自由移籍で CA。 ラヌースに加入。16日の CA インレッペンリエンテ戦でデビューすると、後半27分から出場したパポーネは、アディショナルタイムにこの試合唯一の得点を挙げ勝利に貢献した。2012年6月に、リーガ MX のクルス・アスルに加入し、コパ MX とコンカカーフチャンピオンズリーグ2013から14のタイトル獲得に貢献した。後者では、 チーム唯一となるゴールを挙げ、ゴールデンボールを受賞した。2015年1月13日、CA、ベレスサルスフィエリドに期限付き遺跡。同年6月に契約満了を迎えると、古巣であるエストディアンテスからのオファーを断りらしん、クラブと契約を結んだ。2016年1月に、ベレスに復帰した。2017年7月1日、 フルスであるエストゥディアンティスに復帰することが発表された。2007年4月18日、チリ戦でアルゼンチン代表デビューした。キストロカゴリーダでアストディアンテイスへヒムナシア、パボン、ヤーヒーファーマドコンエルベティス、リアルベティス2から1リアルサラゴサ、リアルベティス3から1アルマーカターニャサイン。 マリアーノ・パボン・レポート、リアル・ベティス。マリアーノ・パボン・イズ、エイリバー・プレート・プレイヤー・エージェント、リー・ベル、クラブ史上初の2部降格、ジェゴ・エル・ヌエベ・アーカイブド2011年9月29日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシーン、ロク・グリタ、エイロ・パボン、トルー・カ・ VS ・エス、クルーズ・アスール、フィナール・スコア1から1、ラ・マキナ・ウィン・コンカ・カーフ・チャンピオンズ・リーグ、オン・アウェイ・ゴールズ、 sbnation.com 2016年9月30日閲覧ゴールデンボールコンカカーフ2016年9月30日閲覧ベレスサースフィールドプロゼントーマリアーノパボンワイレアンドロソモザ ESPN2016 年9月30日閲覧マリアーノパボンラチャーソラオフェルタパラボルベール A アストディアンテイスワイジャグラ EN レーシング ラナスヨーン、2016年9月30日閲覧。エル・クラブ・デ・ロース・30アニオス、ラクラー・ベイエヌ・ラブース・キダ・デ・ロース・ゴール・ヤドリス。ラナスヨーン、2016年9月30日閲覧。アストディアンテイス・ヒゾ・オフィシアル・ロース・ラフレスス・デ・マリアーノ、パボン、ワイ・パブロ・ラグー・アーシュー。ラナスヨーン、2017年10月8日閲覧。ありがとうございます。